はい、ゆうたけです。部屋紹介を今日はやろうと思います。いつかやろうと思ってたんだけど、ようやくなんか全体的に落ち着いてきて安定して変わらなくなってきたので、ここで一回紹介しようと思います。今日は主にデスク周りの機材関係をざっと概要を紹介できたらなと思います。まずちょっと部屋入るところからこんな感じだよっていうのを、はい、ここドアで入ってこんな感じです。普段逆側にカメラ置いてるからちょっと視点が逆だと思うんですけど、こんな感じです。はしごがずっと見えてたと思うんだけど、ロフトがあってベッドとかは上にあります。だからここはすごい生活感がなく、ガチ部屋みたいな感じです。今日は主にここら辺でいっかな。まず映像映えしてるディスプレイからでいっか。ディスプレイ、映像のなんかとフィリップスの安いやつと 4K モニター LG です。型番はわからないので説明欄にリンク貼っときます。全部説明欄に紹介したものはとりあえず貼ろうかな。このね、映像のメインのディスプレイがすごいお気に入りで、電源ボタンが前にあってタッチでこうなるんで、すごいやりやすいんだよね。こういうのは下にあってなんか起動しにくいんだけど、これだけ別です。このフィリップスのモニターは一番最初に買ったやつだからすごい安くて、なんか微妙に揃ってないんだよね、3つともバラバラだから。だからまあ揃えようと思えば揃えられるんだけど、まだそこまでガチってない感じです。あ、自分全体的に王道なメジャーなやつ使ってるんで、このモニタースピーカーとかもド定番で、ヤマハの名前忘れたけどモニタースピーカーで、オーディオインターフェースも定番ローランドクワッドキャプチャー。なんかね、ちょいちょい不具合起こして新しいの用意してあるんだけど、微妙に、うん、完全に使えなくはならないので長々と使い続けてます。ヘッドホンは AKG 赤毛って読むのかな、 K240M2。 これケムさんがこれ使ってたって聞いてこれになりました。キーボードは、あー、マウスもだけどロジクールのそこそこのやつ。ちょっと前までめっちゃ安いやつ使ってたんだけど、ようやく普通のものになりました。んで Nintendo Switch があり、 Mac、 iPhone X、 iPad Pro 10.5 インチかな。この Mac すごい古くて2012-2013ぐらいだったんだけど、普通にこの iPad の方が性能いいんじゃないかってぐらいで、最近こっちばっか使ってますね。もうなんかパソコンいらない時代が本当に来てる気はする。あ、そういえばこのモニターアームとかはエルゴトロンのなんかいいやつで、そう、基本的にやっぱデスクトップばっか使うんだよね自分。明らかに浮いてるこのマウスパッドは軽音の高校の修学旅行で京アニショップ行った時に買ったやつ。なんかずっと使ってます。あと見える HDMI スイッチャー、これでこっちの画面をスイッチ、任天堂スイッチにしたりできます。うん、なんかもうほんと全体的に安定して落ち着いてる感じなんだけどで、肝心のね、自作 PC がね割と適当でまあこれも王道なんだけど、高校卒業するぐらいの時に自作組んだやつで、性能重視の安定的なやつなんだよね。一応メモったやつ紹介しますか。自作 PC ガチ勢はね本当にいろいろいると思うんだけど、自分はもう超安定です。まず CPU が、まあこれはいいやつで、 Core i7-4770K で、マザーボード ASRock Z87 エクストリーム4で、メモリー 8GB 2枚積んでて、ハードディスクそこそこと SSD500GB ぐらい積んでて、
で、あと光学ドライブがまああって、電源ユニットアンテック EA550 プラチナで、PC ケースがコルサイル、コルセアのなんか静音モデルとかいうやつです。そして肝心のビデオカード、グラフィックカードがグラボが、NVIDIA の ASUS NVIDIA の GeForce のここまではいいんだけど GTX760 でもそこそこ前のなんだけど、これでもね全然未だに問題をあまり感じておらず使い続けてます。そろそろ買い替えようかなとも思うんだけど、うん、ゴミ箱でプロバイダーじゃねえ、ルーターでさ、これ全然詳しくないんだけどさ、ここまでいろいろ置いてたらアース接続のものがさめっちゃあるんだけどこの6つのタコ足配線全てがアースっていうで、こっちにもあるっていう、なんか相当やばい状態にあるんだけど、これ大丈夫なんすかね何も問題ないからこのままなんだけど、めっちゃ配線がちょっとえぐいことになってます。本当にね、あの拡張してないんですよね。裏も特に凝ったやつないし、うん、ちょっと映してない。頑張れば映せるけど、そんなめぼしいものもないので、このまま PC ゲームそんなしないからかな、全然困ってないですね。んーで、隣にずっと見えてるのはミディキーボードのアートリアキーラボ49ってやつです。ソフト音源がすごいいいものがあってこれを選びました。で、この流れで鍵盤をざっと説明すると、ヤマハのステージピアノ CP5 で、真ん中が一番最初に買ったローランドのジュノステージで、一番上がコルグの、じゃこのカバーが適当に乗っけてるもんで全然色合ってないけど、キングコルグです。アナログモデリングシンセサイザー。なんか機材関係の説明はまた今度やろうかな。上から10万、15万、20万ぐらいです。足元もすごいよね。ペダルがこんなに動画では見えないけど、普段見えないけどこんなにあるっていう、コルグのヤマハのローランドのヤマハのローランドので、ミキサーがフォニックの AM105 ですね。10チャンネルある割に1万円ぐらいですごい安く手に入れたものです。で、裏にダイソンのホット&クールがあるけど、自分あの普通に暖房はこのここでつけ常につけっぱなんで、あんま使ってないです。扇風機は使うかな。あの本当につけっぱでも電気でそんな変わらないのガチで、起動するときに基本電気代消耗するんで、つけっぱでいいと思いますっていうのを身をもって体感してます。んで、なぜかあるムーマージと時計とキーホルダーアレクサもいるね。で、ここに今 YouTube の銀の盾置いてるんだけどすごい雑に置いてあるけど、 2,3 週間前までここにプリンターがありました。家族全員使うんでちょっと場所が移りましたって感じで、んーで、普通に引き出し類と、ここ文具、ここに結構機材系あるかも。あ、ケーブル類ばっかだなこんなもんかな今日は。まあ、またあれも一応軽く話しとこう。三脚類とスタンド類とギターとベースと、うん、なんかここら辺の深い話はまた他の回で
できればなと思います。服多分少ない方だし、上にでかい機材ボンとかもあるし、基本的にここに全て詰めるべきものは詰まってるかな。そんな感じで、なんかまた細かいところは別途やる気があれば紹介しようかなと思います。あの真剣ゼミのファイル分けるやつすごい便利で未だに使ってんだけど椅子はバロンチェアのなんかいいやつです。10万ぐらい。そんな感じで全体像こんな感じって話でした。まだね、上に若干闇が広がったりもしてるんだけど基本的に本系だよね。本系はすごい自分が出てる気がする。じゃあ終わります。